電車です。電車山作ったの？いや、あの帰省すごいよ。みんな作ったのって聞いちゃう。なんかアクセサリーとかとかそれつけてるのを作ったの。そうそうそう、美大生何でも作れるからな。お待たせしました。お、準備完了ですか。これをちょっとごめんなさい、失礼草が。よいしょ、電池抜いとこう。修正版の方でいい。あ、ごめんなさい、そうです、修正版の方が新しく編集しました。そしたらね、ちょっと切り替えます。もうこれ見えてんの？これ見えてます。あ、今始まりましたね。もともとこういうおもちゃなんですよ、電車の。次は渋谷。ボタンがあって、はあ、音が鳴る。あ、置いた。これ全部既製品？あ、そうですよ、これもうそのまま売ってた。へー。ご注意ください。ちょっと今彼やるのが、うん、サーキットベンディングっていう、うんうんうん、音の出るおもちゃを、うん、あの改造するっていう。あ、改造するのか。そうです、それ今からサーキットベンディング、はい、このおもちゃを、うんうん、あのなんかリサイクルショップとかで、うんうんうん、リサイクルショップのホビーコーナーで、はあはあ、買って、うんうん、大体これ300円とか1000円ぐらいで買うんですけど、これは110円で買いました。安っ。110円で買ったおもちゃ、今これ解体してますね。で、中に、うん、あの基板が入ってるので、はいはいはい、それをちょっと取り出すためにこうやって解体してます。あ、じゃあこの基板を使って何かやるみたいな。そうです、この基板を、サーキットベンディングがその基板、その電子回路なんですけど、ほうほう、電子機の流れをちょっとショートさせて、ほうほう、まあ、改造しようっていう。サーキットベンディング、サーキットベンディングっていう。私も昔さ、なんかラジオとか解体してた。あ、それ元に戻せない、せない。ただ解体しない。部品を一個一個並べていって。あ、ガラケーも解体して、なんかガラケーのなんかボタン部分がさ、なんかベロ、なんかベロベロで、なんかそれが衝撃だったの。でもこれ大体解体し終わって、うん、あ、ここに基板があるなっていうのをちょっとむき出しにしました。これってさ、なんか基板的なのはさ全部違うの、おもちゃによって。あ、でも大体私がこう選ぶおもちゃはこういう基板なんですよ。あ、やっぱなんか、なんかあるんだね。そう、なんかちょ、なんか、そうそうそう。私がいつもこういうおもちゃを集めるときは、うん、そのリサイクルショップで、ホビーコーナーに行って、まあ大体110、まあ100、そのぐらい、1000円以内で買えるおもちゃを買うんですけど、うん、そういうおもちゃって大体こういうアナログっぽい、うん、なんかデジタル機能がついてなくて、はいはい、ボタンを押すと音が出るだけみたいな。はい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 。でかつ電池が、うん、これもそうなんですけど、炭酸、うんうん、炭酸2本ぐらいまでのおもちゃだったら、うんうん、なんかむき出しにすると大体こういう基板がついているので。何個ぐらい解体したの今まで。いや、でも 10とか。あ、結構趣味のものなので、うん、ちゃんとメモ取ってる。そうです、ちょっとこれ今作業的には基板、うん、緑のこう板が基板なんですけど、うんうん、そこにあの、あ、止めていただけたり、すいません、あのこう銀色のポツポツがあるんですけど、うんうん、その銀色のポツポツ同士を、うん、あのまあ、電気を通せるケーブルとか、うんうん、この今クリップみたいに挟んだやつが電気通すんですけど、うんうん、それをこう点同士でこうつなぐと、はいはいはい、やばい音がたまに出る。あ、ちょっとバグってるみたいな。そうそう、それをあの探すっていう作業をしてて、で、なんか、あ、こことここをつなげると、あ、やばい音が出たとか、はいはいはい、そういうのをちょっと繰り返しながらメモして
ますね。そしてあの流してください。すごい、なんか理科の実験って感じ。結構なんだろう、もうこれって割ともう、うん、壊してる行為に近くて、うん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 、いつ壊れるか分かんないですここを押せば壊れるとかまだ分かんない。本当はしちゃいけない、そのここからここを無理やりつなげたりとかしてるので、でも壊れちゃっても仕方がないかったりするし、あれで結構10個とかやってるうち、うん、なんか音出なくなっちゃったとか、音いい感じになったけど、なんかその解体しっぱなし、やっぱなんか電流の向き的なのがあるのかな、ですかね、こっちとこっちは流れちゃダメな方向みたいな。あ、でもたまにそういうのあって、うんうんうん、なんだろう、なんかよく見るとやっぱそのプラスからマイナスに流れていくようにやっぱあって、で、うんうんうん、でこことここつなげても何も反応しなかったりとかあって、あ、これはいいのがあったで今。お、あ、これは設定にはないやつ？これそうですね。ブルブルブルってなってるのは結構早く音が鳴ってて、それもちょっと見つけたので、この今私が手に持ってるのが可変抵抗器っていう、なんかよくこう、あ、なんだろうな、ラジオとかだとこう、うんうんうん、音楽体積とかボリュームを調整する時の、はいはいはい、あのこう回せるやつあれなんですけど、それにつなげてどんな音になるかなっていう試します。これさ、なんかいいの見つけたらさ、なんか保管しとけるの？設定みたいなの。あ、保管、なんかそのこことここをつないげばこの音が出るっていうのを、これだけじゃなくてなんか新しい基板でできたりとかするの？あ、これとつなげる、なんかこれとこの音の設定をそのまんま別でとかってできるのかな？なんかこのおもちゃ以外で、あ、でも大体、うん、あの私が今やってるのがピッチのコントロールで、ほうほうほう、その普通に流れてる音を速くしたり遅くしたりっていうのなんですけど、ほうほう、大体ちょっと今聞いてもらえばいいですけど、でも速くなって、あ、なるほど、大体のおもちゃ これいけますね。嬉しくて。なんかこの基板にはなんかあの、うんうん、抵抗器っていう、あ、今ちょっと、あ、抵抗っていうのがあって、うんうん、まあ、そこを大体つなげるとピッチが速くなるっていうのは、なんか他のおもちゃでもそうみたいで。この時、うん、やばい匂いがしたんですよ。やばい、なんかショートして金属が燃える匂いがしてなんかやばいな、ショート、なんかどあれ、真っ黒になっちゃった。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと戻ってもらっていいですか。19秒ぐらい、19秒よく見ると煙が出てるんですよ。どこどこ、あ、この今のここら辺に真ん中、ちょっとうっすらなんでもしかしたら見れないかもですけど、あ、これの後のやつですかね。多分一回この後なんか早送りあって、その後に試した時にこう自分でこう撮って編集してる時に、うんうん、煙だって煙だったあとこの電池、電源、ほうほうほう、この電源のところから直接回路に基板のところにつなげると大体壊れちゃう。うん、え、爆発したりとか。あ、爆発はしないんですけど。爆発はまだまだとか、まだ低電圧のおもちゃを使ってる。だからこれあの電池、うん、これ単三電池じゃなくてもうちょっとこう電源とか、あともうちょっと大きい電圧のやつだとちょっと火事になっちゃうんで、うん、やばい、それもちょっと怖くて、なるほど、できない。こんぐらいのがちょうどいいですよ。最初のおもちゃって何解体したの？
あ、なんだっけな。てか、なんで解体しようと思ったの？あの、や、そうっすね。ラドアップきっかけが、うん、あの、まあ、大学でメディアと授業を受けていて、うんうん、その時に電子工作ちょっと、なんか、使って面白い作品作れないかなと思って、うんうんうん、その電子工作のちょっと理解を深めたくて、うんうん、で、あの、有名なあの、サーキットベンディングのおもちゃがあるんですけど、うんうん、なんて言ったらいいの？あ、おもちゃがあるんだ。もうサーキットベンディングされたおもちゃがあって、はいはいはい、結構有名な、はいはい、なんかそれの作り方、はいはい、作り方っていうか改造の仕方がネットに載ってるんですけど、はいはい、あ、改造用のおもちゃなんだ。あ、ごめんなさい、ちょっと待って、なんかマクドナルドで限定で販売され、うん、昔販売されたなんかピカチュウのおもちゃがあるんですよ。音が出るおもちゃが、でそれをあのカセオさんっていう方が、うんうん、あの改造して、うんうん、でそれがなんかピカルビンっていう有名なんですけど、そのピカルビンの作り方、ピカルビンか、はい、ピカルビンって作り方がの作り方が結構、うん、あのネットに転がってるので、それちょっと見ながらやり始めたのがきっかけで、うん、でも無事できて、なんかそれをふ、うん、なんかこうそのコツをちょっと踏まえて他のおもちゃでも試してみようと思って、うんうん、あ、すごい。結構これおもちゃもリサイクルショップとかで1000円以内で買えちゃうので、うんうん、なんかたまに買ってバーって解体してつなげてやばい。あ、スイッチ。あ、そうです、これはトグルスイッチですね。さっきあのピッチ、うん、その早い遅いっていうのができたので、うんうん、あの、まあ、それをつなげる作業ですね、うんうんうん、で、あとでこうハンダ付けをして、うん、ちゃんとこう金属同士電流が流れるようにつなげていくんですけど、うんうん、その前にあのケーブル、うんうんうん、線の方を先に切って、うんうん、で今こういう部品に つけていく作業をしてます、うんうん、YouTuber のなんかお化粧化粧品を見せるときに見えますか、こうやってね、こうやってね。で、このスイッチの下の方に3つそれぞれこういうふうにあって、うん、ケーブルをつなげてますね。はいはいはい、で、ハンダ付けする前にここになんか穴が開いてて、そこにやったりかの実験でむき出しにしたこう金属の部分をこうくるくるくるって巻いて、懐かしい、爪でビッてやるやつ。あ、そうそう、そうです、その作業をしてます。結構ノイズミュージックというかノイズを出せるので、うんうん、あの結構去年とかもピアノをあのこういうふうにサーキットベンディングしたんですけど、うんうん、なんかピアノ、あ、ピアノ、結構おもちゃ、本当に電子、はいはいはい、おもちゃの電子ピアノがあって、はいはい、それをこういうふうにいじって、うん、バンジョー、ギターのバンジョーと、はいはいはい、私のその改造したおもちゃのキーボードで、うん、なんか ノイズとバンジョーの、え、面白そうやったんですけど、はいはい、お客さんの層がそんなに受けなかったノイズに対してそんなに許容できる感じじゃなかった、ちょっとあれですけど、すごい面白かったです。それもちょっと見たいな。ちょっと後でインスタグラムにあるので、あ、ちょっとインスタフォローしよう。あ、ありがとうやった。あ、本名でやってんの？あ、ちょっと作家名で。作家名、いや、ちょっとじゃあ後で。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 今、線を切って。これあの、今見てる方、あの、ハサミでやらないで、ちゃんとこう、ニッパーでやってください。このハサミでやるときは、もうこのハサミも今後これうまく紙を切れないっていうのを踏まえたらいい。そうだね。真似しちゃダメだ。真似しちゃダメです、これは。で、こうワイヤーをこうなんだろう、中の線のこうなんだろう、黒い部分の中に金属が、うんうん、電気を通す部分があって、それをこうハサミで黒い部分をこうなんだ切り込みを入れて、うんうん、ピュッてこう黒い部分を抜いてるんですけど、うんうん、
それもちゃんとあのワイヤースリッパーっていう工具があるから、それを使った方が綺麗でいけます。私はもう手で。私もハサミでやってた気がするぞ。真似しちゃダメ。まあまあ、そうですね。でこれも可変抵抗のところにつけて、後でハンダ付けをするので。これはこれから組み立てんの？また。あ、そうです。ハンダ付けをして、またあのさっきの解体する前の形に戻します。そうしたらもうなんか全部変な音になるってこと？お楽しみに。あ、でもそのなんでトグルスイッチをつけたかっていうと、うんうん、ちゃんとこう普通の音が出る時と、うん、変な音が出るようにっていう切り替えをしたくて。あ、なるほど。オンにすると、うんうん、オンになってる状態の時は普通の元のおもちゃのままの音なんですけど、はい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 、それもすごいね。オンにすると、うん、なんか変なさっきのジッパーっていう音になるっていう風にしたくて今2つつけてます。あ、ちなみにこの机がさっき、うん、DIY したんですけど、これハンダ付けをしてます。ああ、懐かしいハンダ付け。最初にこうやって金属部分を温めてあげてますね。この温まった部分にこうハンダをつけていくんですけど、今ハンダが来ましたね。ハンダ付けめっちゃ好きだったわ。あ、本当ですか？うん、なんか楽しくない？楽しい。いかに丸くするかみたいな。あ、ありますよね。今日これつけましたね。ちょっと見づらいんですけど、うん、すごい、こんなちょっとでつくんだ。なんかこの映像撮ってる時に、うん、自分ってこうやってるんだなみたいな、アスリートが自分のこうフォームを確認する時のような、はいはいはい、温めて、なんかその温まったところにハンダを流してあげるっていう感じですね、うんうん、でもこれ疲れるんですよね。いや、肩こりそうだね。これさ、1日で全部やるの？いや、2、3日は分けてやってます、ね、疲れちゃうので。そう、分けるせいで、うん、さっきのだいたいこう変な音が出たっていう段階で満足しちゃって終わっちゃう。組み立てまでいかない。組み立てまでいかない。これつけましたよっていう化粧品ね。あ、そうです。でさっき高橋さんがこう無償にラグを作ってる時に、うん、あれ私は結構なんかこういうサーキットベンディングっていうよりかは、うんうん、円の絵を描いてる方が無償になれるというか、絵、はいはい、って言ってもなんかイラストとかよりはなんかこうドローイングみたいな色をつけてなんかその自由にバーって描くっていうのが、なんかそれも見たいな。ごめんなさい、今日ない。残念。ごめんなさい、今日ないの。でこれは全部さっきの可変抵抗にもハンダをつけてます、うん、なんかこの本当は線いろんな色があった方が見やすいんですけど、うんうん、めんどくさくて黒しか買ってなくてたまにどの線がどれなのか分かんなくなっちゃう。そうだよね、これだけ線あるもん。これはさっきトグルスイッチと可変抵抗ハンダ付けしたので組み立ててますね。で映像にも映ってないんですけど、うんうん、高橋さんの上の部分、うん、頭の部分に、うんうん、イヤホンをさせるジャック
パーツも取り付けてて、じゃあ音が自分イヤホンでも聞けるってこと？イヤホンでも聞けるようにしました。それすごいね。で差してない時は普通に音が鳴るんですけど、このちっちゃいスピーカーが内蔵のスピーカーがもついてて、差すとそのイヤホンジャックからちょっと聞こえるようになるっていうパーツをつけて、であのミキサーにつなげて、スピーカーにつなげればもっと大きな音で流せるっていう。あ、それはそれはいいな。楽しい。でこれはそのさっきはトグルスイッチと、うんうん、さっきの可変抵抗でパーツにつなげた線を今度基板につけてます、うんうん、この時すごい緊張してて、あんまり温めすぎちゃうと基板壊れちゃうんですよ、うん、あ、だからもう祈りながらそうだ、ね、この段階で壊れちゃったらねもう本当に悲しいので、ケーブルの先端のむき出しになっているところにハンダーを今ちょっとつけて、で基板のあのプクってなっているところにつながるようにハンダーでこう温めてつなげてる感じです。見ちゃうね。無言で見ちゃう。なんかこの時本当にあのハンダのそのハンダごてのあったかい部分が、うん、集中してると他のケーブル線とか他の部品とかについてる時があって、その時なんかちょっと溶けてたりする。気をつけてやってよ。燃えちゃったらちょっとやばいもんね。焦っちゃう。じゃあもうつけ終わった感じですね。でつけ終わったのでちゃんと音が出るか確認してます。うんうん、音がいい感じに出たので、うんうんうん、ここからはもう全部組み立てです。何のこう面白みもない、解説しようがない、ちょっと解説 の、うん、あのその組み立ての部分なんですけど、うんうんうん、もう元にこうネジとか締めて元に戻 し、うんうん、したんですけど、うん、なんかうまくいかなくて、うん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 、なんか一部なんか元に戻らなくてそうなんだでもまあ音さえ鳴れば、音さえ鳴れば、うんうん、あ、なんかいっぱい生えてる。これ新しくつけたやつが全部、全部新しく、そうです、この正面についてるなんか取ってみたいのは全部4つとも私が新しくつけたものです。で映像に映ってたのは、うん、あの、まあ、2つだけなんですけど、うん、もう2つ部分はなんか音のボリューム、うん、それこそ音量をなんか調節できないかなと思って、うん、すごいなんかハイテクおもちゃになったじゃんちょっと試しちゃってみたんですけど、結果はうまくいかなかったんですよ。なんか変なノイズが走っちゃう結果になっちゃって、まあ、次からはやらないなんか自然の先生になんかこういうの得意な先生がいて、あ、そうなんです、そうそうそう、その人に聞けばわかるかもしれないちょっとお話伺いたいです。で完成ですかね。あ、ちょっとなんか緊張だねこれは普通の音が鳴って、うん、この音符の部分を押すと、うん、なんか長めのメロディーが流れるみたいで、うんうんうん、で今切り替えたのはあの 音の大きさが変わるようにちょっとやってみたんですけど、うんうんうん、
何も刺してない時は割と音でその小さくなったり聞こえなくなったりでかくなったりっていうものなんですけど、なんかミキサーにつなげたらなんかでなっちゃいけないような、なんかノイズみたいなのが出ちゃって、さっきのその基板同士をつなげてるときは、うんうん、あなんかいい感じってなってるときも、なんか最終的にハンダ付けして全部つなげたとき結果が変わっちゃうときがあって、それも面白いな、楽しいなと思ってやってます。あなんか今日今ピッチが変わるようにオンして、これ早くなってるってことか。あそうですそうです、早いの、これめっちゃ早くなってますね。あーすごい、だんだん遅くなる壊れる寸前だよねこれおもちゃの音的にはうちのファービーこういう感じで死んでた。あファービー、ファービー、あーでもその YouTube とかでサーキットベンディングって検索すると、うん、いろんな人がファービーそうしててファービーよく喋るからな、しゃべる魔改造にするっていうのが目的みたいで、なんかそのファービーの出ちゃいけないところからこういう取っ手が出てたりとか、なんかちょっととてもじゃないけどお子さんにはおすすめできるような形になってる。へえ。ちょっとここに。あ実際に動くの？これです。あちゃんとその緑は映る、その緑は透過されます、ね、これこのさおもちゃの真ん中のボタンは何？これは本当は、うん、なんかのさっきの冒頭でもあったんですけど、ここを、うん、動かせるんですけど、あスライドショーになってる。そうで本当は扉がスライドした時にスライドした時に開くんですけど、はいはいはい、この真ん中を押すと音が流れながら閉まるんですけど、へーハイテク、閉まらなくなっちゃった。中で何かが中でうまくなんかそのさっきのケーブルがブワーっていっぱい詰まっちゃったりとか、ちょっと無理やりバーってこう剥がして中取り出したんで、それもあってうまくここが機能、もう何も押しても何もなんないんですよ。映像はこれで終わりです。ちょっとじゃあ実際に次はこれは普通なんだね。あそうです、今ここは今普通です。ネクストステーションズ新宿でここにスイッチがあって、こっちをこっちでもなんですけど、ここを押すと、うんうん、ちょっと映像だと分かりづらいんですけど、ボリュームを変えたいと思って、今これ出てる音で無音になるみたいな。ほん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 。で、ちょっとこれはもう失敗なんでオフにして、でさっきのこの変な音が出たのはこっちのもう一個のスイッチでこれをオンにしてあげて、ここのすごい回すところをっていうか、早くしたら本当にそうやってなるんだね。ああ、そうなんですよ。それもすごい面白くて。これは遅い。私の。へえ。ここですね。押し、ボタンを押して、ここを回すと。なんか早いと終わるのも、早く終わっちゃうっていう。なんで遅くするとさ、なんか不思議だね。なんかさバラエティとかでもさ、なんかこうやって倒れるシーンなんかモワンモワンって感じのさ声出るじゃん。なんか伸びますよね。ね、遅くすると低くなって、高くすると速くなる。なんでだろう。音楽よりもなんかこういう言葉とかの方が面白いですね。
不穏な感じが。なんでだろう。へえ。高い音の方が拾いやすいのかな。ストーマシメ。ずっと遊んでられるわ。ここに無理やりイヤホンジャック、お尻の方にあ、それがイヤホンジャックさせるのがついてて、Bluetooth になったら最高だ。あ、やばいですね。次作るときはちょっとちゃんとここ刺して、うんうん、大きな音で出たらいいなと思って、うんうんうん、また暇になったらやってみようかなと。すごい。世の中にはいろんなことしてる人がいるんだ。サーキットベンディング初めて聞いたな。同じ研究室に勤めてますけど、これ初めて見ました、こういう。あ、本当ですか。へえ。でもなんか同じ研究室にいてもさ、なんか隣の人何やってるか分かんない。分かんないですよね。すごいな。結構領域というか、同じ研究室のスタッフでもそれぞれ違う分野というか専門が分かれてて、いや全然違うだろうな。自然もそうです。自然も違うと思う。うん、うん、多分興味ある分野全然違う。どんな感じですか、ね、他の女子さん。あ、そうか、でも そこがちょっとミステリアスというか、ミステリアス。でもなんか映像を作ってる人もいたら、ワークショップとか、なんかそういう子どもの遊び場的なのを研究してる人もいたりとか、多趣味で、多趣味で、うん、なんかみんないろいろできてすごいなって思う。なんかこの大学、なんだろうな、なんだろう、この大学の人たちが本当にいろんなことをやってて、ね、なんか。ここにいなかったら何してたんだろう自分のために思うぐらい。サーキットベンディングには出会ってない。出会ってなかったんだろうなっていう。でもちょっとこれは趣味というか、うん、息抜きというかな感じでやってるので、なんか、うん、もうそれぐらいがやっぱいいよな。高橋さんみたいに個展、絵で個展を開けたらいいなと思う。あ、そうなんだ。そっちがあれなんだね。あれなんだね。そっちがそっちなんだね。あ、どっちが一応。できるなんかこれで固定、これで展示会とかをみたいな感じで言うのかと思ったら、違った。結構これやられてる方結構いらっしゃるみたいで、先のビンディングは。そうなんだ。うん、でもそれはそれで、なんかパフォーマンスとして消化できたらいいな、ちょっと考えてはいるんですけど。二足のわらじ。あ、そう、二足のわらじを踏んで。私もラグ作ってこう。絵も描くけど。絵も描くけど。ラグも作ってこう。いろんなことを。そうそうそう。やっていく。なんかいい感じに終わった感じ。こんな感じで大丈夫だったでしょうかね。もうめちゃくちゃ良かった。ありがとうございます。今ので何分ぐらいなの？今ね、1時間15分ぐらい回してます。でも結構喋ったんだ。結構喋ってるんで、どれだか十分っていう感じ。大丈夫ですか、若林さん。なんか1時間、はい、聞き残したこととかないですか。聞き残したこと。近いから。そう。聞き残したこと。いや、まあ、特にないけど。あ、じゃあ一個、うん、ちょっと制作の面で、はあ、なんか、高橋さんの思うっていうかやり方でいいんですけど、うん、そのなんか作品にしたいしようみたいな、なんかきっかけって、うんうん、あるっていうのはすごく愚問な気がするの、なんだろう、あ、これを完成形まで持ってくぞみたいな、そう、なんか
け、うん、プランの始まりみたいな。プランの始まりなんだろうな。でも私もそれ言われちゃうとちょっとどうだろうってなっちゃう。私は割とこうなんか普段やってることで面白そうってなったらなんかそれを広もうちょっと突き詰めていく形なんで、なんだろうな、一応終わりが見えてる状態ではあるんですけど、うんうんうん、なんだろう、なんだろう、難しいな、難しい質問しちゃったな。でなんか自分がその制作しようって思う時ってなんかその絵描きたいって思うけどなんか描きたいものないなって思っちゃうんでね。でもなんか何かを表現したいとは思うからその何を描くかっていうのが全く決まってなくて、からなんか去年おととしの女子展では本当に描くものが決まらなくて、でなんかとにかく思いついたものとか目の前にあるものとかただの丸とか三角とかとなんかそのそれをつなげるとかでとりあえずひたすら何かを量産しようと思ってで描いて、なんかそこから見て考えて、あじゃあ次なんかその時に発見があるんだよね。なんかそのあ自分がこういう描いてる方法ってこう思ったからこういうことをしてるんだとか、だからひたすらなんだろう目の前にあるものを描いたり、もう本当なんか目の前のコップとか猫とかでも何でもよくてただとりあえず表現をする、うん、でそこから考えて次になんか連想ゲームじゃないけどそれで次の描くものを決めるっていうか、うん、でその次描いたものからまたさらになんかつなげてなんかその描くものを決めていくみたいな感じから、あから終わらせ終わるっていうか連想していくからゲームのなんかその先にあったものみたいな、そうそうそう、あだからその時々で何か発見はあって、うんうん、それを改善するためにどういう方法を使うかっていうのはまた次の段階で決めるって感じだから、うん、各手段とか道具とかも決まってないし、あそうなんですね、そう今回はシルクにしたけど、なんかシルクにしたのはその自分がその時考えていることにシルクが合ってるなって思ったからシルクにしただけで、普段からシルクやってるわけでは全くなくて、すごいメディアじゃないな、なんかそういう選択じゃない、ごめんなさい、なんか難しいこと言おうとして失敗しちゃった今なんかそこのなんか自由な感じすごいいいなって思いましただから本当はなんか古典のやつもなんだろう、本当は全部つながってるから本にした方が連続性が出るなって後々思ったけど、なんかその、まあ、それは展示を踏まえて思ったことだから、まあ、展示は一過程として次につなげていくって感じかな。なんか作品卒生とか割と今まで作ったのがインスタレーションの作品で、うんうん、結構なんかそれまで一応実験とかはするんですけど、なんかこれって言ったら結構これみたいな、はいはいはい、結構設計、うんうん、まあ、作りながら決めていく時もあるんですけど、なんかそれって結構絵を描いてる時って成立しない時があって、はいはいはい、なんかやっぱその描いてる時にやっぱ変わっちゃったりとか描きたいものが変わっちゃったりするんで、なんかそうだ、なんか今の連想ゲームとかそういうの、はいはい、いいなと思いながら私もちょっとそれを意識してみたいですね、うん、完成形決めちゃうとなんだろう、それをやんなきゃいけないっていう気持ちになっちゃうから、なんか義務とかなっちゃいます、嫌で、うん、あ今すごい今絵描きたい、うん、早くお家帰りきっとしないの朝起きたらちょっと置いといて置いといて